もビンゴレボンゴレです。はいどうも、はい、4月からビンゴレボンゴレでやってきますんでね。はい、まあ、このラジオはね、おぎやはぎでやってるんですけど、うん、一応ね、あのビンゴレボンゴレっていう形で、うん、まあ、知ってる方も知らない方もいると思いますけど、はい、始めましたのでね、うん、ちょっと覚えていただきたいと。はい、タンバで夏だね、うん、うん、はいね、素晴らしいですよね。そうですね、来ました。お、これです、うん、乗ってもいいな、夏がやってきたのだ。いやいいね、ノリノリの曲だねこれ。乗るね、本当にやっぱりこの曲って乗れる乗れる、うん、あ、やっぱ最近ね、いい曲だこれ。まあ、コンセプトと言いますとね、はい、やっぱ高校生とかが最近テンションが低いと、はい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 、うん、なんか元気ないんじゃないのと、うん、いうことで、やっぱテンションといえばおぎやはぎでしょうということで選ばれた、はい、選ばれた、選ばれましたね、本当そうですよ、一生懸命頑張らないといけないんですよこれで、ね、いい曲ですよこれは、いろいろこのビンゴボンゴのさ、はい、このサントリーから出るこのビンゴボンゴ ね、はい、ラテン系ソーダですよ、うん、こちらの記者会見とかもしましてね、はい、あと俺のデビューの記者会見とかしまして、うん、まあいろいろ新聞にこの載ったんでしょ、なんかね、記事が載りましたね、うん、なんかそうなんですよ、いろいろ載ってるのね、うん、今パッとこのこちらのスタッフがまとめてくれた、はい、その記事の切り抜き4社、はい、ありますね、うん、スポーツ日本だ、日刊スポーツ、産経スポーツ、スポーツ報知と、うん、その4社数4社中3社が、はい、つんく残念、うん、カゴの喫煙解雇、ここにタイトルが全部触れてますね、みんなタイトルがつんく残念だね。そうですね、その3社ね、全くもう最後の最後に俺らの話題が書いてあるぐらいなもんで、うん、やっぱそうなっちゃうのがね、あーね、やっぱね、うん、そこなのかと思うよね、うん、それ以外にたくさん喋ったのにね、うん、お前も聞かれてたな、うん、その流れでな、その流れなのかな、やっぱりテンションになってるけどね、なんかこのビンゴボンゴはテンション上がるんですよね、とか言われて、テンション上がってやっぱり夏は小木さん浮気しちゃうんじゃないですか。なんだ持って行き方だよみたいな持って行き方してたけどさ。ああそれあったね、うん、でお前また言い訳してたな。言い訳ばっかですよ俺は本当に、うん、あらゆるメディアを使って言い訳してるな。チャンスあればね、うん、どんどん行こうかと思ってるからさ、チャンスあれば言い訳してるなお前は。うん、まあこれはちょっと、はい、今年の夏に向けてやっていこうね、うん、これはね本当もうね、みんな聞いてほしいですからね。この曲はね、そうだよな、お前すごい聞いてほしいって言ったもんな、これは本当聞いてほしいんだよこれ、うん、こんな曲ないからね、ちょっともう一回行こうか、もう一回聞いてみようか、もう一回聞く、もういいんじゃないの、ここはさ聞いておいた方がいいって。本当は出ないでしょ、え100点満点だ、調子乗ってもいいな。いいよ。いや、いいね、いい歌だよ、いや、いい歌です、うん、これはやっぱり、うん、そうなんですよ、はい、うん、まあまあね、うん、なんかある。今何、今のいい感じでさ曲も流れて、うん、ハイテンションになったところで何、なんかあるって今週は、今週ね、うん、まあ先週、うん、ラジオ終わってからか、うん、俺ね、うん、そうだ、結構そっから俺旅に出かけてんだ俺。え？そうだ、今回この1週間で、1週間で、うん、先週のラジオ終わって、ラジオ終わって土曜から、土曜か、うん、土曜だな、うん、土曜日にね、うん、俺あそこ宮島行ってきまして、宮島、うん、宮島ってあれだよ、なんだっけ、厳島神社、島神社があるとこな、そうそうそう、あれは何県なの、あれ広島県、広島か、ああ、行ってきて、まあ鳥居のとことか行ったことあるっけ、あるか、あるよ、高校時に修学旅行で一緒に行ったとこだ、行った、でなんか1年前か2年前ぐらいにちょっと崩れたろ、うん、崩れんの、あれ崩れたの、水位が上がったのかな、うん、台風か、あ、ね、台風でちょっと修理みたいになったよね、あ、そう、あ、なったよ、ああ、うん、でもそんな感じなかったけどな、うん、まあ行く厳島神社に日帰りで行ってきましたよ。それ誰と、奥さんと、あ、奥さんがまあオカルト研究会の方にもう没頭してから、あ、
甘いそっちの方行くのもまずいんじゃないかと思ってちょっとなんか似たような感じで、うん、まあ一応神社行くとかね、まあ、神社とか、うん、でもやっぱ世界遺産に登録されてるもんですから、でも見とくと勉強にもなるし、まあなるね、なんか歴史もちゃんとした歴史じゃないあっちは、あだからそっちの方にゆっくりこう戻していこうかなと思って、はいはい、その、俺と奥さんの間でその世界遺産そのクラブみたいなの作ったの二人で遺産を回ろう、オカルト研究部もあるけど、そうそうそう、もう一個世界遺産クラブっていうのを作ったのね、でそっちの方にもこう重点的に俺が持っていけばね、なるほど、そっちからこう、うん、大事なことだよね、そうそうそう、いい道の方にこう進めていく、持っていけるでしょ、あまりにも行き過ぎちゃってるからさ、ちょっとねディープすぎるもんね最近ね、ディープすぎるのよ、でそれでまあ厳島神社行って、で、うん、この間2,3 日前か、うん、あそこ、屋久島も行ってきたのよ。屋久島？鹿児島の。おお、遠いじゃん。遠いけど一泊で。え？屋久島。この1週間に何？宮島行って屋久島も行ってんの？宮島は日帰りで屋久島は一泊して、まあそこ世界遺産ですから屋久島。ああ。杉、なん屋久杉とか、うん、ああ、なんかいろんな杉があるのよ。杉だろ？杉。うん。杉じゃねえ。杉ね。杉ね。杉の木でしょ。杉の木。うん、屋久島ってなんか俺もっとすごいさ、なんだろうな、神秘的な、うん、なんかイメージがあって行ったんだけど、ね、杉なんだよね、本当のね。え？本当の杉しかないんだよね。あ、何にもないってこと？そうそう。杉しか。俺もっとなんか大自然で、うん、なんていうのかな、もうもっとしなんだろう、うん、すごい神秘的なとこだと思ってたの。イメージあるでしょ、屋久島って言ったらなんかジャングルじゃないけどさ、もののけもそうじゃん、もののけ姫、あもののけね、もあったら、まあ普通の山なんですけど、で杉が杉ね、うん、もうなんで杉なんか嫌だな俺ちょっとしたそういうの杉嫌なんだよ、杉でしょ杉ね杉がなんか杉嫌だよな、腹立たない、こういう何普通の話なのになんかその杉、お前時々あるよな、絶対言えない言葉がな、サラとかでしょ、え、そうそう、あのお前サラって言っちゃうんだよ、俺いや、合ってるよサラって言ったのか、俺前それ前もなんかあったよな、サラとかなあ、あなんかあ絶対言えないやつ、杉な、杉ね、うん、杉、うん、杉の木って言いにそう、杉の木、そうそうそう、だとすげえ言いやすいよ、杉の木って言いやすいよ、それは言いやすいよ、杉の木って言ったら、うんうん、だからそれは杉で止めときたいの杉ね、杉、杉合ってる、杉、うん、杉の木、うん、杉、そうそうそう、杉の木、うん、まあ屋久杉とかあるんだよ、そういうとすげえ言いやすいんだけど、屋久島だから屋久杉なんだけど、ただ単に別にその分厚さなんか厚い、なんか太いだけなのよ、ちょっと、ちょっと分かるけど、すごいんだろ、樹齢何百年とそういうことなんじゃないの、まあ、樹齢言われて言ってもその他の隣の杉と変わんないのよ、うん、そのなんだろう、あ見た目が、見た目だから勝手に樹齢を向こうが設定してるだけで、いや勝手にできないよ樹齢は、いやだけどなんかね普通の山に、山っていう山でもないんだけど、まあ、うん、なんか全然面白くないの、うん、ただそういうオカルト研究会からこう脱出してね、そういうとこ出てたけど、うんうん、なんかねやっぱね名の付くようなその紀元杉とかのね、うん、3000年の樹齢なんだけど、やっぱそこの前に行ったとか途端やっぱね、うん、うちの奥さんもね、うん、なんか急にその木に対して、うん、こんにちはとかなんか言い出してくれて、え？あ、ここいるわいるわって、神雇ってるわ、うん、雇ってる雇ってる、こんにちはどうもみたいな話しかけてた、神と、神と、まあ、その屋久杉、あ、じゃあ紀元杉っていう、紀元杉に宿ってる神と、神と会話を、やっぱね全部の、杉の木に会話はしてないのよ、うん、会話してるのがねまあ 5,6 本の木だけに会話してたけど、うん、でも会話してたところねちゃんとねこう俺もねよく見るとちゃんとそこに名前がついてるようなすごい、そのあちっちゃく説明書いたんだな木の横とかに、うん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 、そういうとこだけになんかやっぱね話しかけてた、それ見てからじゃなくて、見てからじゃない見てこれすげえって分かってからじゃなくて、それ大事だよ順番、たまたま選んだものがすごいとか、ね見てからだね見てからなんか喋れってこの木はすごいみたいな見てから言ってたけど、たまたまだがあっただけだよな、それは見てからだけど、あ見てからだけど、だけど本当になんかもうやばいな、
本当にそう太陽出てくると雲が結構すごくて、うん、太陽出てくると太陽に対してもなんか話しかけてる。太陽に、太陽の神のがいるんだって。太陽の神ってなんだっけ、よく言われてる のアマテラスか、アマテラス大の神だっけ、大神か。ああ、なんか聞いたことある。俺もなんか聞いたこと、なんか俺も何なのこの天に照るって書くやつでしょ、うん、そう、たぶんアマテラス大神になんかいろんな、うん、意見を聞いてるみたいな、そのなんかね、うん、なんかこういうことはな、うん、どうしたらいいんですかとか聞くと、うん、ちゃんと答えが返ってくるって。アマテラス大神、うん、なんかあるね。ちゃんと屋久島の空でそういう、そう、最近なんかそういう本読んでないその奥さんさ、なんか読んでない、そういうアマテラス大神みたいなのが出てくるような本。うん、うん、読んでるよ、それは読んでるそうだよね、読んでる読んでる。そうじゃないとき、そんなんね、まあね、読み出してからだもん。だってやっぱそういう太陽に話しかけたりとか太陽に話しかけてた、太陽に話しかけてたよ、すごい。何なのそれ、太陽の神なの、何なの、何なの、アマテラス大神って。 何出てくる、あのほら神話というかさ、うん、何があれなの。名前だけを聞くけどね、日本書紀出てくるんだ。へえ、ああそうなんだ、すげえ難しいじゃん。うん、ねえ、どうなっちゃってんのどうなってんだろうね。俺はもう本当ちゃんと構成させようとして言ってるとこなのにさ、どんどんなんか悪影響を及ぼしちゃってさ。だよね、うん、思ってもないチャンスだよねそれ。向こうとって本当そうだよね。ねえ、どんどんなんかやっぱその菌に対して。おう、でも屋久島はもう住んでもいいぐらいに言ってたもん、帰るときは。何もないとこなんだよ屋久島って。昼の2時にオーダーストップしたの、店は全部うそ、ほんとほんと、もう3時4時とか5時とかでももうやってないの店は。え、食べ物屋さんが2時で。あ、そう、うん、そんなような、もう全然なんかこう住みづらいのに。え、待って、でもさ、沖縄ではな、まあまああっちの方の、まあ、沖縄みたいなもんじゃん、うん、そういう屋久島とかも、うん、夜がさ長いって聞いたよ俺。夜なんもないよ、なんも。屋久島はもうそういう、もう夜から飲み始めて、うん、ね、うん、朝なん昼とかまで飲んでる。いや、あそこはね、屋久島はね、もう島の全ほとんどがもう国立公園なのも、うん、もうなんかそういう町自体がないのよ。あ、そうなの。だからもうそんな夜が長いとかいうのありえない。あ、そう、そういうやらしい店もなかったもん。いろいろ見てる。いや、やらしい店の話じゃないけど。なんか飲み屋みたいのもないし。あ、そう。もうそういうとこだけど、そう、もう住みたいぐらいまで言い出してる。それ気に入っちゃったの。もう気に入ったね。いろんな神がいるらしい、あそこには。あ、そう。その厳島神社は何でもなかったの。厳島神社は。感動しなかった。ないね。ただすごい道仕様だったのね。うん。で船で行くのよ、広島。であれなんか、広島県のなんとか宮島港っていうのがあって、うん、そこから船で10分ぐらいで行けるの、その宮島に、うん、で行ってる際10分間行ってるでしょ、それはずっと道しようで、うん、でその宮島着いてからその厳島神社まで歩いて10分ぐらいあるの、うん、ずっと満ちてるのよ、うん、それ到着したって言ったの俺らは、うん、さーって海が引いてったからねすごい。どう思われたいの？神秘的な能力あるみたいなさ。お前ら関係ないじゃん、別に。何の能力もないじゃん。俺ら二人だもん。二人行ったら、わーって引いて、その鳥居まで普通に歩けるようになった。何の、なんか、何を意識してるの？モーゼじゃないけど。何なの？何なの？お前たちは何だと思われたいの？だからそういうもう、使いだよね。もう完全な使い。思って、本当、あ、すげえなと思った。知らないよ、もう怖いんだよ全然お前だとそっちの方に行っちゃってんじゃん。いやー、でもその引き潮の時はすごかった。夕方にね、うん、引くなんてありえないと思うよ多分俺修学旅行の時行った時は、うん、朝に引くって、うん、朝方に出かけたの知ってる？朝のね、日が出る前に出かけたのよ全校生徒、全校生徒、俺ら、うん、学年で。そうだった。で俺は夕方なのに引いてっちゃう。みんなびっくりした。もう普通は夕方引かないよね。
あんま低いイメージないでしょ。バッとこう、うん、さーってこう厳島神社に着いてたんで、さーって引き出した。ちゃんと行けになったの。うん、で普通に鳥居まで行けるな。すごいでしょ。何なんだろうね。いやでもそういうのあったの本当に。はあ、うん。まあでも本当ね、今月まだ俺あるからね、世界遺産クラブは。今そうだね、作ってるってことはどん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 行かないといけないもんね、うん、まず日本の世界遺産からでしょ。そう、あのね、やっぱ最終的にはそういう世界の、うん、世界遺産見に行きたいわけ。まあね、海外のね、海外の、うん、でやっぱ海外行くにもやっぱ日本の世界遺産を知っとかないと、やっぱ、いや恥ずかしいよ。恥ずかしいじゃん、逆になんか海外だけ。そうね、恥ずかしいよ。日本知っててですよ。でしょ、うん、だからもう今月奈良も行きますしね。もう、あ、奈良はもう世界遺産だらけでしょ。そうそう、そういうとこも行って、ね、ああ、でまあ京都は前行ったから、ああ奈良行って、あといろんなとこ行こうと。いいね。いいでしょう。俺もなんかそ作ろうかと思ってんだよね、うん、その趣味。趣味でしょ。趣味、そういう旅にさ出たい。俺も好きなんだよ、そのドライブとかその旅に出るのが、うん、はいはいはい、なんだけど別にそのそういう趣味がないから、うん、で世界遺産は好きなんだけど、はい、まあ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 、あ、そこまで世界遺産のために行くかと、うん、いうほどのあれでもないから。そうなんだよね。で、なんなんかそういう屋久杉とかは本当びっくりするね。本当面白くないんだよ。なんであれが世界遺産なのか。いや、だから世界遺産面白くないよそれは。いやでもやっぱなんかそれなりのものはあるじゃん。いや面白くないのいっぱいあると思うよ。だって何個あると思ってんの、日本だけで世界遺産って。でもね、ほとんどがね京都と奈良なのよ。うん、いろいろ見ると、うん、あと他の県ってそんなないのよ。ああ、そうなの。ないよ、ない。広島、中国地方だって広島ぐらいしかない。いや、まず東京にあるの世界遺産って。東京世界遺産ないんじゃない。ない。関東にないの。うん、関東、関東、関東は多分ね、うん、東照宮が世界遺産かもしれない。でも関東とは言えねえよな。いや栃木だから関東じゃない。あ、栃木か。うん、ぐらいだと思うよ。ああ、そう。その一箇所ぐらいだよ。あ、日光東照宮が世界遺産か。うん、多分世界遺産。ああ、ないのよあんま。うん、実は、うん。だけど面白くない。屋久島なんて全然ない。あ、そうなの。びっくりする本当に。本当スターの杉の木なの。あ、そう。俺あんなびっくりしたもん。え、写真とか撮ってんの。写真撮ったよ。あ、そういうの撮ってんだ。うん。小木の世界遺産巡りみたいなのがさ、あ、待って、日本の世界遺産、うん、あ、日光だ。日光あるでしょ、東照宮でしょ、これ、それもこの間行ったしね。文化遺産。他は？うん、まあまあ、他ちょっと言わないけど。他だ、今資料みたいな手に持ってるじゃん、今。ちょっと他は別に。ないの？あんまり、うん。なんかな、俺、なんか世界遺産、僕からいいとこ教えてくれたら行くんだよな。姫路城。あ、姫路城ね。うん、姫路城見たことあるよ俺。姫路城はあるね。うん、他は厳島神社でしょ。でしょ、そこ行ったでしょ、うん、原爆ドームも行ったでしょ、うんうん、古都奈良の文化、あの、うん、まあ奈良とかね、まあ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 、まあ、あと何だろう、和歌山に大野、大野山、大野山だっけな、うん、なんかそんなのあるんだよ。まあな、やっぱちょっとやっぱ見たいやつと見たくないやつが、俺やっぱさっき日本のを知らないで海外に行くのは恥ずかしいって言ったけど、うん、やっぱね日本のやつあんまり見たくないわ、うん、そうなのよ、な、なんかせこいんだよね日本の、なんかな、海外のすごいんだよね、なんか大きかったりとかさ、そう、信じられないようなものなんでしょ、きっと建造物自体のもデザインもすごいじゃん、すごいじゃん。日本のってなんかありきたりなさ、なんだ日本の世界遺産ひでえな、ひどいよ。なんか木造のなんか神社だってなんかよくあるデザインでさ、これみたいな感じだよね。そう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 、なんかあるな、そう、有名なのになんか見るとなんかもうあるでしょ、あれとか。そうだよ、世界遺産じゃないけど北海道のあの札幌の時計台、あんの最低じゃんもう。なんであれが観光名所なってるか意味わかんないもん。あれ見たときびっくりするよね。びっくりする、あんなちっちゃい、これっていうね、普通のなんかね交差点にあるんだよね、なんか。そう、なんか何の風情もないとこに急にあって、確かにやだねあれ。ああいうことなんだ世界遺産って。結構やだな、地道に。だからでももうやだけどもう行くしかないと思って、もう始めた以上、だからもうそういうつまんなそうなとこでもからも俺どんどん行こうかと思って。
俺もちょっとじゃあそれに対抗して外になんか出る趣味を作るよ。俺外に出ないとやべえから。外って何で？それ外に休みの日とかあったら早起きして外にとか、まあ、ゴルフはやってるけど、うん、そういう今ほら俺あれやっちゃってるからずっとロストプラネット、はい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 、 XBOX のはいはいはい、なんかやってんね。超ハマってて、この前この番組のディレクターからある一個のこの紙をもらって、うん、玉袋さん、うん、浅草キッドの玉袋筋太郎さんもやってるっつって、うん、その人のフレンドネームみたいなのあるわけ、うん、自分のネームがあるわけ、うん、登録ネームなんかあんのね、ゲームの登録ネーム、そうそうそう、あんの、何でもいいのよ、うん、それが渡されて紙に書いたんだ。そう、紙に書いてあって、これで一緒にやろうぜって言われたと。おお、玉袋さんに行ったらロストプラネットハマってると、うん、言ったらうちのそのディレクターが八木さんもやってるらしいですよっつったら、うん、おお、じゃあ一緒にやろうぜと、うん、いうことでそれをくれたの、うん、だから家帰ってさ、うん、それちょっとやんないとと思って、うん、で俺玉袋さんって一回も喋ったことないんだよ。確かに仕事一緒にしたことないもんね。ないんで一回もないの、うん、で初めて喋るのはロストプラネットなんだよ。うん、ロストプラネットちゃんと喋れるから、はいはい、ちゃんとマイクつけて喋れるわけ、うん、で俺やってたんだよ、うん、でやってフレンド登録ってできるわけ、はい、その名前入れると、うん、玉袋さんの名前を入れると、うん、したら俺やってる時に向こうから入ってきたわけ、おフレンド登録の依頼みたいなやつが来たわけ、うん、あ、やってんだと、うん、で分かるわけ。そうするとプライベートチャットへご招待っつって、うん、玉袋さんがプライベートチャットへ招待してくれたんだよ。おお、してくれたの。そうなんで、プライベートチャットは2人でしか喋れないところだから、はいはい、あ、何人かやってる中で2人でしか喋れないよ、喋れないところだから、うん、だから俺プライベートチャットに入ってったわけ、うん、そう断れないしね、そうそうそう、うん、緊張するんだよやっぱ。緊張するよ、先輩だし喋ったことないし、うん、でおはようございますとかって言っても、うん、もう本当にもう喋れる、あの今喋れますよっていうのをちょっと出るわけ、携帯の電波じゃないけど、うん、今向こうも喋ってますよみたいな、こっちも喋れますよみたいな、うん、もう合図が出るわけ、うん、だから あ、おはようございますって最初からこうちょっと緊張して、うん、おはようございますおはようございますって何も言わないわけ、うん、絶対もう繋がってるわけ、はい、そこはもうプライベートチャット室だから、うん、向こうももうヘッドセットつけてるマークがついてるから、はい、おはようございますって言っても全然返答がないの、うん、10回ぐらいだよ、おはようございますおはようございますって言って10回ぐらい言ってから聞こえてるよ。怖い怖い怖い、何で何で聞こえてるよって言われて、うん、ああすいません、あのおぎやぎの八木ですってちょっとあの、まあ、うちも宮崎さん名前だし、宮崎さんからちょっと、うん、ああ知ってるよ俺が出したんだから、うん、あそうなんですよ、さあございますって俺よおめでと話すの初めてだよな。あはい、そうですね。なあ、お前と話すのは初めてだな。俺知らねえもんな、だって仕事したことねえもんな、うん。あ、そうですね。そうだな。お前と喋るの初めてだ、俺。ああ。それで、あはいってやって。ああ。うん。まあよ。ああ、よろしくな。すっげえ酔っ払ってんだよ、もう確実に。酔っ払ってんのね。いや、もうなんかね、口調がもう酔っ払ってる感じ。飲んで帰ってきて、まあちょっとそう、飲んですぐベロベロに酔っ払って帰ってきて、うん、夜中の2時ぐらいだったかな、うん、そんでロスタプラネットやったんだろうね、うんうんうん、で俺からのフレンド登録の依頼がゲームつけたら来てたからやってくれたんだろうけど、でまあ後日聞いたらやっぱり酔っ払ってたらしいよ、あ、うん、ご招待してくれたんですよ、でもそのそうでプライベートチャットになだお前気まずいぞ。それ一回も喋ったことない、うん、分かる分かる、この業界の先輩と、うん、あの大先輩プライベートチャットで喋るって、うん、すごいだろう、嫌だろう、まあ電話で話すような感じだから知らない、まあまあ電話で話すような感じだね、だよね、でもねなんかね、トランシーバーじゃないけど、うん、こっちが喋ってる時は向こう喋れないのかな、あ、それが逆にまたあれだ、なんか変な間になっちゃうんだね、うん、それ緊張するんだ、緊張するの、なんか変な間になっちゃう、変な間になるし、うん、同時になんか喋っちゃうんじゃないかとか、うんうん、でもなんかちょっといいこの緊張感みたいな、うん、そのドキドキ感はあったから、うん、なんかいろんなその芸能人のそういうフレンド名みたいの聞いて、うん、そこで初めて、うん、ああいいね、喋るのいいかもな、いろんな人やってるらしい、やっぱり、ああそう、アイドルとかもいるでしょ、だっていや女はやんないだろうな、女はやんないの、戦争のゲームだから、
あ、そう、うん、よくなんかね、タレントさんみんなゲームのこと話すんじゃん、女の人でも。女はやってないと思うよ、なんか男ばっかり男はやってると思うけどね。あ、それで話すのいいな。やってると思うよ、うん、まあ今そういうのさやっていくから、うん、うん、まあまあまあ。じゃあそれ世界遺産の旅とかそっちは行かないわけね、まだ。うん、うん、待って、ラジオネーム、うん、ケチャップジャムコ、うん、八木さん、小木さん、こんばんは。はい、こんばんは。ビンゴレ、ボンゴレ、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。この間の始球式の話をぜひしてください。どんな感じだったんですか。あ、はい、始球式ね。始球式、そうだ、しましたね。これそうだ、これ終わって日曜日か、先週の日曜だっけ。日曜日、日曜日、日曜日に行って、うん、まあ一応なんか、やっぱ緊張したね。あれ緊張ですよ、あんなもう、うん、一応まあ軽く話すとあれですよね、3人で始球式したんですよ。はい、3人同時に投げましたよね。そう、普通は1人なんですけど、キャッチャー3人置いて、うん、3人で同時に投げるみたいな、うん、でもまあもうね、始球式を始めてからすぐプレイボールだから、うん、ちょっと釘刺されるんだよな、うん、あんまなん、なんかあんまこういろんなことやられても困るみたいな。そう、やっぱ時間ね、そのそうそうそう、プレーボールの時間が決まってるしさ。そうそうそう、うん、でも一応こっちとしても何かやんないと気が済まねえみたいな感じになって、河本さんと相談して何しようかって言って、で河本さんがベイスターズの石井拓郎さん、はいはいはい、あの選手と、ね、なんか昔仲良かったんだって、うん、なんか食わしてもらってたと。そうそうそう、ね、大阪時代に食わしてもらってたって、うん、なんか挨拶とかしに行ってて、でじゃあちょっと頼んでくれってなって、うん、なんか牽制しようと、うん、始球式で、はい、一発一発牽制っていうボケを入れようと、はい、で3人並んでたから、俺がファーストへ、河本さんがセカンドへ、で小木がサードへ、うん、プレイボールって言ったら普通はキャッチャーを追いかけて投げなきゃいけないんだけど、うん、プレイボールと同時に俺は一塁へ、うん、小木は俺サードね、あ、小木はサードで河本さんがセカンドへ、うん、で牽制しようと、でその一塁手三塁手セカンド、うん、まあ、石井拓郎さん、まあ、サード村田、うん、吉村、うん、まあ、ベースに入ってまってね、まあ、ベースに入ってちょっと口裏合わせて、うん、牽制しますんでみたいな。ちょっとすいません、よろしくお願いしますと、うん、でバッターボックスは高橋由伸ですよ。はい、そうですよね、ジャイアンツの一番ですからね、そう、うん、でピッチャーマウンド行ったら工藤投手がいて、工藤さんお願いしますってちょっと頭下げて、はい、うん、どうすと、なんでまた深々と頭下げてくる、うん、すげえいい人でな、はい、でまあちょっとそういう緊張した中、大丈夫かこんなボケやってと思って、でもやったんだよな。うん、して会場はまあ受けたんだな。うん、まあ受けた。球場はまあおおっと沸いたね、ちょっと沸いたね、ちょっと牽制したからね、3人同時に、うん、で、しませんなんつって今度、まあ、ちゃんと投げて、うん、で、パッと終わったんだよ、うん、はいはいはい、ね、終わったんだけど、うん、その後にちょっとやっぱ心残りだったのが、ピッチャー工藤がボコボコに打たれたことだよね。そうなのよ、なんか俺らのせいなんじゃねえかみたいな、なんか変なリズムにしちゃったみたいな。そうなのよ、工藤投手が打たれちゃって、なんかさ、ね、そこのプロとか野球、まあ、プロ選手ってちょっとしたその間とか時間、なんかすごいからね、ね、うん、すごいなんかそういうの張り詰めてるからね。しかも工藤投手は初登板だからね、うん、ベイスターズ移ってからの、そうそうそう、だからやっぱ絶対このピリピリしてたんだよ、そこで牽制みたいなことやっちゃってさ、なんかってね、変に時間取っちゃったから、取っちゃったりしてリズムが狂っちゃってると思うんだよね。だからすげえ工藤選手には頑張ってほしかったの。そうなんだよね、打たれちゃってさ、打たれちゃって、で帰りにさ、俺河本さんと一緒に帰ってきたの、車乗って、うん、俺ちょっと見てたの、見てたでしょ、うん、で帰った時もさ、河本さんもちょっと後悔してんだよ、うん、っていうのもなんかね、あの人、うん、始球式で、うん、高橋由伸、うんに内角投げちゃったんだよね、結構速い球で、内角えぐったんだ、えぐっちゃってんのよ、あで向こうも振るつもりでいるじゃん、空振りがもう約束でしょ、そうだね、振ろうと思ったのにえぐられたから空振りできなかったの、避けた後になんとか空振りしたんだ、でも本当に危なかったらしいんだよ、当たるしんで、あれをすごいなんか硬化してて、なんであんな球投げちゃったんだろう、その後由伸に打ってほしかったんだけど、やっぱ泳いじゃってて、もうそのえぐられてるのが怖いから、内角ビビっちゃったんだ、内角ビビっちゃってから、なんか泳いでなんかライトフライになっちゃったらしいの。東尾のピッチングだろ。そう、東尾が一発内角投げといて、内角ビビらしてからの外角と、外角と遠く見えるから、そうそうそう、内角ビビらす役を河本さんがやっちゃったのよ。
ビビってねえなんで河本さんの球でビビってなきゃいけないいやすげえ河本さんその日外の球打てねえみたいになっちゃった真剣に言ってたよそこえぐっちゃったからな完全泳いでたもんその後すげえ悪いことしたとか言っていやだって本当えぐった時はちょっと怒ってたって言うんだもんね由伸が あそうでそれを、コーチがなだめたらしいよベンチからまあまあまあ怒るなみたいな感じでそれでなんとか大丈夫やばいなそれはやばいなえぐっちゃってんだよなあ、うん、でもその始球式のそのボケの模様は、うん、一切オンエアされてなかったな一切だね一切だね何の話題にもならなかったんだね始球式ってさちょっとあれだよ俺新聞とか俺毎日スポーツ新聞読んでるから、はいはい、大体なんか出るよ星野亜紀とかそうよ熊田陽子とか写真出ますよね出るよ投げた瞬間とかね誰が始球式やったとかそうあとスポーツニュースでも夜のスポーツニュースでもなんかちょっとした感じ流すよねやるよな一切で俺らなんで流さねえのどこもおかしくないまあね巨人戦だよ、まあ、確かにねおう日曜日のねそうだよ、まあ、意味わかんないよボケてさボケたボケそんだよ全然流しくんないしまあいいや、うん、さあはい、そんなことで、あ、そっか、来週はスペシャルウィークなんです。はい。ね。うん。来週ね。うん。なんと来週、お、ちょっと待ってくださいよ。ん？うん？どうした？こっちね。はい。来週4月13日はジャンク2初のぶち抜き3時間生放送。うん。極楽とんぼ、加藤浩二さんを招き、メガネビーキと吠え玉が合体します。うん、はい。ちなみに吠え玉はもう今夜から始まりますけどね。はいはい。さらに、再来週、の4月20日はゲストに関根勤さんを招き最強動物トークを行います。うんうん。よろしいですか。はい大丈夫。うん、いいですね。やるんですね最強動物。そうなんですよね。はい、で加藤さん来週来るから。はい。あ来週ぶち抜きでやるから。ですよね。じゃあね前回約束したバケレポート。はいはい、はい、あれ前回約束したんでしたっけ来た時に。バケレポートのちょっと話したよね。うん。うんでも小木の奥さんね、はい、名護夫人のオカルト研究会、うん、M さんの力は本当なのかどうか、うん、ちょっと加藤さんに聞きたいですね加藤さんに聞きたいのそれはいや本当はロケ行きたいんだよロケ行きたいんだよ、ね、小木んちに、はいはいはい、バケレポーターとして復活だから、うん、なんつったってそうだよね小枝も復活って時点でバケレポーターも復活なんだからうん、うん、まあそうだ絶対なきゃいけないことなのかそうそれは夏ね、うん、夏まで引っ越さないでな大丈夫引っ越さないよもう、うん、今その陽性が来たからさ、うん、そう向こうは M さんが入れてくれたから、うんうん、あと一応ポッドキャストでも前から話してます最強動物ですね、はい、関根さん来たらもちろん話すやつなんですけど、はい、一応加藤さんが昔ですよ、うん、最強動物っていうのはあの棒を持ったゴリラだというのを唱えてますからはいはい、はい、ちょっとずるいんですけど、ね、なんでゴリラに棒を持たしてんだって話だから、うん、だからずるいけどこれについてもちょっとぜひ聞いてみたい、はいこういう話をしたいと思いますね、うんうん、まあそれ一応来週それやりますね、はい、というわけでスペシャルウィークを皆さん楽しみにしてくださいこれがお前の出した答えなのかおぎはぎのメガネビッグ小木萩のメガネビーキ俺の口はビチビチだよじゃあメールを1通、はい、ラジオネームコウタロウ小木さん八木さんこんばんは3人の始球式テレビで一度見ましたっておおあやってんやったんだた、ね、しかし転生のボケまでは流れませんでしたと、うん、で完全にカットしたところでしょそこははいはい、うん、始球式のだけちゃんと純粋に見せたんだ、うんちなみに私が最強だと思う動物はシラミですシラミのしがみつく力は最強ですと。うん。シラミってしがみつくの？ケジラミとかの？ケジラミか。うん。しがみつくだけでしょ。いや確かにさ、そうなんですよ。シラミとか俺が前言ってさ、飲みのジャンプ力が半端じゃねえみたいなこと言ったでしょ。はいはい、あれ小さい動物でいいんじゃん。うん。本当に微生物みたいな。うん。ああいうのがでかくなった時ってやっぱ怖えよああでもそうだなああいうの怖えよだってチースタイスんだぜそうだよねあのさだってもう顕微鏡で見るぐらいの大きさなんでしょ それがチースってチースって人間に害を及ぼすでかゆくなるぐらいの力があるってことでしょそうだぜあんなちっちゃいやつが
それがお前人間の大きさになったらあいつが何倍なんだよ本来の力の。うん、5万倍ぐらいだろ。そんなになんて合う？5万倍ぐらいだろ、だってドミと人間の大きさって、5万ぐらいの差がある？いやちょっと全然わかんないけど。ただ100倍とかそういうレベルじゃないじゃん。まあね。だろ？そうだよね、最強だね。そう考えたら微生物みたいなのがでかくなった時はやべえんだよマジで。それマジでやべえと思うよ。あーでもそれちょっと俺も乗ってきたな、それのその案に。そうだろ、そうなるともう決まっちゃうね。そう決まっちゃうと思うんだよ俺、微生物最強説になっちゃうんだよ。いや俺の唱えてたその、うん、あれなんだっけ、アワビ、うん、アワビより強いと思うじゃん。だからアワビよりもやっぱ強くなっちゃうんだよ微生物がな。でかくなった時想像絶するだろ。まあ絶するね。だろ、ただアワビが2メートルになった時の貝の強さしたら想像絶すると思うよ。まあ、まあ、な、じゃあそれはちょっとまた取っといて。うん、まあそれはね、来週最終するからさ、はい、ラジオネームカズシック小木さんの一人旅話なんかどうでもいいんです、うん、早く矢作ってやってください。続きが気になります。昨日1リットルの涙スペシャルを見てて沢尻会のことを思い出してまともに見れませんでした。ステッカーください。はい、ステッカーあげます。メガネステッカーね、うん、さあ、はい、そっか、こんなに望んでるんだったらしょうがない、やりますか。まあこれ俺も本当望んでますからね、これね。ね、というわけで、はい、今週もちゃんとヤハギッチしてきましたので聞いてください。はい、トースポの記事から始まった沢尻会お笑い部、うん、世間の興味とは裏腹にメガネの B 機とトースポさん、うん、乗っかり乗られて早1ヶ月。早いね、うん、がしかしここに来てこの沢尻会実態調査ヤギチ、うん、略すなら何でしたっけ、ヤギチハギチです。それも面白かった。新たな乗っかるものが現れた、うん、はい、それは、はい、週刊大衆。おお、ちょっとどんな記事になってますかね。まあもうバーンと思いっきり、はい、長澤まさに VS サージェリーかと、うん、これ早速漢字が読めないね、うん、軍友割拠。なんて難しい字から入るんだよ、うん、軍友割拠っていうの、うん、軍友割拠の若手女優たちの中で、うん、現在ツートップと呼ばれているのは長澤まさみと沢尻玲香の2人だ、うん、そんな2人の関係について映画評論家の秋元銀次氏は、うん、沢尻会に対抗して長澤会が結成されたという噂も流れているようですが、うん、女優同士を対抗させるのは決して悪いことではないです、うん、と言い、芸能界にはかつても VS 戦略があったと解説してくれた、うん、この春は長澤の一人勝ちの様相を呈しています、うん、はい、それは女番長沢尻の存在が清純派長澤を引き立てたからこそでしょう。なるほど、うん、しかし長澤の勢いがこのまま続くかどうかは微妙だと見る動きもある、はいはい、漫画家でコラムニストのなんていうの、新さんなめこさん、うん、新さんなめこ氏は、はい、彼女の諸女説を信じているファンを裏切る出来事、例えば男性問題がスクープされるなどしたら長澤の人気上昇にブレーキをかけることになりかねません。はいはいはい、逆に沢尻は、うん、彼女には常に男の噂が絶えません、うん、それでも映画やドラマ CM 出演は着実に増えてます。はい、沢尻エリカは40歳前後の親父でも興味を抱いてくれるんだと、うん、抱いてくれるんだと、はい、世の男性たちが彼女を憧れの対象として見なすようになるかもしれないというのだ、うん、いよいよ女番長の逆襲が始まりそう。ほうほうほう、こういった記事が。なるほど、確かにこれ、うん、そうですね、うん、ここまで来たら、うん、はい、矢作一も一人歩きとは言えません。あらゆる下世話な業界関係者が注目する中下世話って言わなくていい。今週も決してミーハーではない、うん、はい、仁義を貫く男私、うん、矢作が芸能新聞や雑誌やネットをニヤニヤしながら調べ上げました。矢作一第5章、うん、仁義なき沢尻会、うん、逆襲の姫。若手女優界の超武闘派女優軍団、演技の虎こと沢尻エリカ、沢尻界の根底を揺さぶるナンバー2の切れ者中の切れ者、カミソリの優衣こと柏木優の脱退。それを機に沢尻界のライバル若手女優界切って清純派、清純派オブプリンセス、清純派の虎
長いよ、長い長澤まさみ率いる長澤会の戦いにさらなるライバルたちも参戦、うん、若手女優界のつぶらな狼、相武咲率いる相武会、うん、若手女優界一の爆誕美人はっちゃけコブラこと上戸彩率いる上戸会そう、若手女優界は今まさに群雄割拠の戦国時代、うん、そんな中沢尻会の逆襲が始まる、うん、そう、それは沢尻会男子部新設。おお、来た来た来た。なんと、うん、若手女優だけで構成されていると思っていた沢尻会に、はい、男子の部を立ち上げたのだ、うん、これはご法度中のご法度。そうなの？恐るべきルール違反。ルール違反だ。なんたるおぞましい策略。やべえぞ。これはやべえよ。では、その恐るべき男子の部のメンツを紹介しよう。はい、イェイ。聞きたいか聞きたくないのか、どうだい俺の汚ねえろ、喋りたいのかい、どうだい喋りたいのか、うん喋りたいのだ。沢尻会男子の部は、はい、姫を可愛がっている大物俳優が中心になって結成されたもので、はい、その構成員は1軍と2軍に分かれている、うん、1軍のメンバーは姫を可愛がっている大物、うん、情熱的な芝居とマシンガンのようなダジャレを炸裂するそのキャラクターはまさに和風エディ・マーフィー、愛という名のライオン唐沢俊明クールな芝居の中に光るクールさ、うん、役者界のクールオブクール、あのリカコをクールに抑え込んだクール界の鷹渡部篤郎、うん、そして、うん、その彫りの深い顔とテンションあふれる芝居は若手役者界のマウンテンゴリラ海猿ならぬ海ゴリラ伊藤秀明以上が1軍メンバー。それに続く2軍がアーティスティックなスタイルと静かな演技を誇り、あの広末涼子ともかつて噂になった山本関西の弟、ウキペディア情報ですね。若手役者界の白鳥伊勢谷友介、かわいらしい、とにかくかわいらしい役者界の小鹿小橋健二、そしてまさかまさかこの人が沢尻会に在籍したとは。その事実を知った時には衝撃が走りました、うん、そう、犯人は身近にいたのです。はい、日本役者界のアットホームダンディ、うん、宮迫博之さんですこんな身近に沢尻会のメンバーがいたのです。おお、じゃあなぜ宮迫さんは沢尻の話題を出さないのか、うん、実は2軍メンバーは姫に謁見できないというルールがあるのです。そうなんだ。ちなみにこれらの情報は全てネット上に転がる情報です。ネットね。しかし、うん、本日は4月6日明けて4月7日です。もう姫の誕生日は4月8日おー、そうだ、そう、 X デーは明日。明日だ。果たして X デーに何が行われるのか。おー、ちなみに我々沢尻会お笑い部には何の音沙汰もありません連絡来ないね。しかし、うん、沢尻会男子の部は呼ばれるかもしれない。となれば、はい、我々に最も近い情報源は、うん、そう、ジャンクの先輩、役者の宮迫さんしかいません。役者って言わなくてもいいじゃん。どうする沢尻会、どうなんだい、どうなんだい沢尻会。来週、はい、X での真実が明らかになるかもしれない。おお、すごいね。ちょっと今、ね、あの筋肉がいませんのでね。日本にね、はいはい、今外国行ってますからね。外国にいる間ちょっと使わせていただきたいと思います。いいですね、筋肉を使わせていただく。チャンスですね、今ね。チャンスですから筋肉ね。どうですか、男子部があってしかも宮迫さんが男子部のメンバーなんですよ、はい、俺それ全然気づかなかったけど。そうでしょ、全く言わないね宮迫さんね。そうなんですよ、これまずいですよね。うん、でも宮迫さんだったら今挙げた若手会誰も面識ないから、はい、ね、今挙げた、うん、まず、まずあれだろ、愛という名のライオンは愛という名のライオンって仕事したことないだろ。ないね。誰だっけ、唐沢さんだよ。異名がなんかさっきから全部長いし、なんか来る会の鷹も仕事したことないしな。来る会の鷹って誰、渡部さんだろ。渡部篤郎さんだよ。そうだろ、うん、あと海ゴリラわかるだろ。海ゴリラわかんない。海猿ならぬ海ゴリラだろ。
それ伊藤秀明。伊藤秀明。一人も仕事したことないから誰にも聞けないんだよ。うん。で山本関西の弟なの？誰が？でもさ、ウキペディア情報になってるけど、ウキペディアって俺らのことも書いてあったんだけど、はい、すごい間違ったぞ。なんでかだった俺ら。あの前取材受けたじゃん。あの取材受けた時に、あの取材する人って俺らを調査してから一応来るじゃん。はい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 。それでコピーを持ってきて、いろいろこういうふうに書いたんですけど、そうですよねって聞いてくることが全部嘘だから、はいはい、何ですかそれ。したらこのウキペディア、はい、調べたっつって、すんごいめちゃくちゃな情報だよね。そう、めちゃくちゃあれね、うん、ウキペディア情報なんだ、うん、それが。まあでも宮迫さんが一番近いから、うん、聞けるね。聞けるね。うん、うん、だから宮迫さんにはちょっと聞く予定ではいない。はい、うん、宮迫さんってなんだっけ。宮迫さん知らないの？日本役者界のアットホームダンディで、あ、ダディ。アットホームダディ。アットホームダディ。そんなの言われてたっけ、そんな。いや、そう、そうですよ。宮迫さんって言ったら家庭を大事にしてますから。あ、そう。はい。ラジオネーム、ムダ毛処理子。うん。矢作一最高。うん。トースポに匹敵するほどの鋭い切り口ですね。うん。聞くだけで賢くなります。そしてステッカーください。いいですよ。ラジオネーム、コキオ。はい。萩一のおかげで。吉野部の怒りも収まったことでしょう。ステッカーください。OK です。二人ともステッカーあげますよ。みんな簡単あげちゃうんだね。というわけで、来週の矢作一をお楽しみに。あ、妖怪だ。妖怪のような顔になってる。妖怪だよ。妖怪のような顔になってってるよ。とかすげえ実況してくれるの。あれ今おぎの目光ったよ。本当に光ったよ。ねえママ本当だってば。はい、早速ですが、メールの方をご紹介します。うん、ラジオネームテントウムシさん。うん、矢作一なんてどうでもいいんです。必ずその入りだよな。必ずその入りどうせおぎ一だろ。おぎ一わかりませんよ。わかりませんよこれは。うん、矢作一が新しいホテルなら、おぎ一は地元に親しみを持った老舗の旅館。いくら設備がそぞろっているホテルだろうと、老舗の旅館にはどうしても打ち勝つことはできません。小木さん、小木一お願いします。ちなみにずうずうしいやつと思われたら嫌なんですけど、ステッカーください。はい、いいですよ、あげますよ。はい、小木一パート16って。びっくりですよ、回数に。まあもうやってるよ、小木一16ですよ、16回。おぎやぎのファン第1号 K さんは今何をしているのかを、うん、調査すべく立ち上がった今回のおぎいち。うん、今回は楽勝と思われてたこのおぎいちだが、うん、人力車のマネージャーたちにおぎいちしたところ、うん、たらい回しされたおぎいち。うん、通称たらい回し。あ、はい。たらい回しされたおぎいち。うん、ね、通称、うん、たらい回し。もういいよ、無理やり気をつけなくて。だから、おぎが入ってないだろ、もう。たらい待ちって。たらい待ち。の結果、みんな知らないという答えがと。うん、しかし、おぎいちは諦めません。ネバーギブアップ、いや、ネバーギブアップ、いや、ネバーオギップの精神で、今回もおぎやぎのファン。久しぶりに出てきたよ、ネバーオギップ。オギップ出てきましたね。ファン第1号、K さんをおぎいちしました。うん、K さんを探すおぎいち号、うん、面影いっぱい。うん、ポーポーポー、出発進行。出発してなかったの。面影いっぱいして。とその前に、先週矢作が言ったあの言葉を思い出しました。そういえば林監督って何やってんだろう。うん、計算探しも重要ですが、矢作の疑問に答えるのも小木一の使命。小木一矢作のために、矢作は小木一のために。というわけで今回は林カントリーをライト小木一、俗に言うライチしてみました。あ、ライチしたんだ。あ、でも林カントリーはちょっと興味あるから。ちょっとね、興味持ってましたね。あ、それは別にいいわ、知りたいことは。はい、うん、まず林カントリーのライト小木一です。うん、そもそも林カントリーとは、小木矢作が人力車のライブに出るようになって時に一緒に出演していた人力車のお笑い芸人でした。うん、人力車のお笑い学校 JCA の5期生で、うんうん、同期にはドランクドラゴン、田上芳恵、クールズなどがいました。そうそうそう、そうですね。
その JCA で知り合った林くんと国分くんがコンビを組み、そうだ国分くん、そう林と、国ね、国分の国ね、が、カントリー、国をカントリーで林カントリーという、コンビ名にしました。そういうことだったんだ。そうなんですよ。当時アンタッチャブルよりドランクドラゴンより北洋より爆笑を取っていた林くん、うん、バナナマンの設楽さんに君ボケなのツッコミなのと聞いて、うんうん、ボチですと答えた林くん。言いそうですね。言いそう言いそう、ボチですって言いそうだね。果たして今何をやっているのか。早速人力車に林くんの連絡先を聞いたところ、うん、帰ってきた答えが、うん、知りません。これは困った、うん、いきなり出鼻をくじかれました。ライトオギーチのつもりがヘビーオギーチになる予感、うん、しかしとあることを思い出しました、うん、オギピューター作動。ガチャ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 。そうだ、林くんは昔ドランクドラゴンの塚地さんと一緒に住んでいたんです。早速ドランクドラゴンの塚地にオギーチ、これマジです。そうだ、ちょっとついた。そうなんです、スカッちゃん、スカッちゃんに、オギーチしました。スカッちゃん、まずは日本アカデミー賞新人賞おめでとうございます。なんすかそれ。まあありがとうございます。あ、何それ、何その会話。知らなくね。ところでスカちゃん、昔林くんと一緒に住んでたけど連絡先知ってる？あ、すみません、俺わかんないですね。キングオブコメディの高橋くんなら知ってるかもです。これはオギチ久しぶりのスマッシュヒット、うん、いやオギッシュヒット。早速キングオブコメディの高橋くんに林の連絡先を聞くと、答えは知ってますよ。おお、というわけで見事林くん現在32歳にオギチ成功しました。32歳になってんだ。そうなんです。ああ、どうも林くん久しぶり。ああ、ところで林くんって林カントリーやってた頃ってボケだっけ、ああツッコミだっけ。おう、答えは、うん、ボキです。ボちょっと変わってましたけど、ボキなんだ。まあまあ変わってませんよね。ああ、まあ、まあ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 似たような感じですね。ボキとボキですからね。ボキですと。ああ、もう話したい俺。うん、今でもお笑いやってるの、うん、やってません、うん、とっくに解散しましたよ、うん、林カントリーを解散してその後相方を探しながらピンでスムーズ林という名前で活動していたんですけど全然スムーズじゃないんだよね。結局見つからず辞めました、うん、相方の国分君とは何で解散したの、うん、相方が突然俺はサザンみたいなバンドをやりたいと言い出して解散しました。そうだったんだ。はい、らしいですね。そうだったんだ。林くんはそもそも何でお笑い芸人を目指したの？もともとお笑いが好きで高校卒業して日光江戸村に就職して忍者をやってたんだけど、いや、そうなの？やっぱり夢が捨てきれなくて忍者をやめました。へー、最近のお笑い事情をどう思う？例えばおやぎとかドランクドラゴンはどう思う、うん、答えはですね、まあ僕は言える立場じゃないけど基本僕は人を面白いと思う人間じゃない。たまにテレビを見るけど全員面白くない。さすがさすがだよね。さすがだな、あいつだ。あいつさすがだな。最近のおぎやぎはいい意味でも悪い意味でも業界慣れしてる。ああもっとネタを やらなきゃ。矢作さんは昔僕がピンになった時相方を紹介すると言って電話番号教えたのに一度も電話がかかってこない。そういういいかげなところを直した方がいい。あとドランクドラゴンは昔の方が面白い。言いそう。言いそうだよね。言いそうだね。特に塚地さんは昔僕のお母さんが貸した3万円をまだ返していない。テレビで塚地さんを見るたびにあの人はいつになったら3万円を貸してくれるのとぼやいて迷惑だ。お母さんが借りてんだ。お母さん借りてんだよね。塚地ちゃん何してんの。ねえ、林カントリーのお母さんから3万借りてダメだろう。塚地ちゃんもで林くんは今何やってるの、うん、今は弁当箱を作る工場で働いてる。いや別に笑うことじゃないんだけど、
林カントリーが、あれもわかるな、うん、ということだそうです。以上が林カントリーに関するおぎりです。ちょっとやばいよ林、すごいでしょう。林カントリー呼びてえよ。林面白すぎんだよな。あいつ音声でインタビュー撮ってきてきてほしかったな、うん、何言ってかわかんねえか、そうなのよ音声だと、うん、そうなんだよな。どうなんだろうね、なんで滑舌が悪いからね、すごい悪いんだよね。カントリーは滑舌が異常に悪いんですよ。あのゲーではないんですけど、うん、まあ、それがゲーなのかな。まあね、確かあれあまりにも滑舌が悪くて、あの誰も聞き取れないからピンになった時スムーズ、うん、スムーズ林にしたと思うんですよ、ね、名前だけでもスムーズにしたのよ、うん、だからそう多分ね、あの設楽さんが聞いたあのボケだっけとか、うん、今回も聞いたじゃないですか、このボケですか、うん、ツッコミですか、うん、でもボチですとかボキですっていうのは、うん、あれボケですって言ってんだよね、多分本人はね、言ってる本人は滑舌が悪いのよ。でボキって聞こえちゃうんだよね、ボキボキって、そうなんだよね、うんうん、そうなんですよ、うん、では早速本題でもある、うん、おぎやはぎのファン第1号 K さんをおぎいちしたいと思ったのですが、はい、これが全く情報がありません、うん、事務所もアンケートのほとんどを処分したそうです、うん、はっきり言って完全におたげおぎいち、うん、いわゆるおぎあげいちです。もう血いらねえよ。なので今回リスナーのおぎおぎ会員の皆さんに、情報募集を呼びかけます。私こそおぎやはぎのファン第1号 K さんだ、うん、私の友達がおぎやはぎのファン第1号 K さんだと思うおぎおぎ会員、どんどん情報をください、うん、そして最後になりましたが、我々や林カントリーがバカ爆走に出ていた頃の数少ないお客様の感想アンケートを紹介したいと思います。おお、なんだあるんです、うん、そのライブはバカ爆走1998年7月、うん、9年前、新宿風、うん、その時出演していたのはアンタッチャブル、うん、林カントリー、うん、高橋ムー太郎、あムー太郎、はい、覚えてるね、アンラッキー後藤、アンラッキー後藤、はい、そしておぎはぎなど、そんなライブに対しての感想は、うん、林カントリーに対するネタの感想、うん、会場から怖い怖いの囁きが漏れる。まあ初めての人にはある意味ショックな人たちだからな。かっこ笑い。刑事ネタの話をしてるんだけど結局何が言いたいのか、まあ、全然分かんなかったですよ。かっこ笑い。おぎやはぎに対するネタの感想、うん、おぎやはぎのボケとしてちゃんとボケができるのかという疑問ネタ、ツッコミのキャラクターは生かせば生きると思うんですけどね、ボケはねどうでしょう。あおぎやん、なんだろうね、どういうおぎ違反なのかな、こういうネタをやったみたいですね、僕はね、全然覚えてないですよね、うん、今回アンタッチャブルのネタの後おぎやはぎが MC をやりました。それに対する感想も、うん、おぎやはぎの MC に対する感想、うん、前のアンタッチャブルのテンションがあるからどうしても不思議な空気が漂ってしまう、うん、ボケの方の、バイトのお話から、うん、昔勤めていたオリエンタルランドの話に、うん、超どうでもいい。アンタッチャブルのネタをもっと見たかった。きついなこれ、はい、というわけでおぎやはぎ会員の皆様、こんな当時のおぎやはぎのファンになってくれた、うん、おぎやはぎのファン第1号 K さんの情報を待ってます。あもう募集すんだね、もうダメですよこれ結局、はい、おぎいちはお前そんな募集しちゃったらおぎいちじゃないですよ、もういやこれ最後の手段ですよ、だってもうないんですもん情報を終えるところが全部、そんだけ大変ですよ、だって名前も分かんないわさあ、ね、そうか、あの子確か一人で来てたんだよな、いやあの子一人だよ、一人でしょ、だから友達とか来てないからなんかね、あ難しいんですよこれ辺が、調べられないもんかね、うん、でもまあ林カントリーの情報が分かったからな。ちょっとまだ満足なんだけどな、はい、じゃあ早速メールの方ご紹介します。ラジオネームサルさん、おぎいち最高です、おぎいちのおかげで疎遠になっていた姉からおぎいち最高というメールが届きました。おぎいちは家族の絆も復活させてくれるんですね、ステッカーください、いいですよ、はい、ラジオネームピーチ姫さん、おぎいちを聞いていたら近所でウグイスが鳴き始めました。ウグイスにも聞こえたんですね、おぎいちのおかげで春の音を聞くことができました、ありがとうございました、ステッカーください、はい、あなるほどね、いいですよ、だっておぎいち結果的にはお前
みんなにリスナーに意見を求めちゃってるから、はい、うん、もうおぎちとしてはダメだけどね、まあ、これは本当まれなあれですよ、ケースですよ。ただ林カントリーはすごいでしょ、あれを突き止めたの。林カントリーは呼べないわけ。あれどうなんだろう、呼びたいよね。いいな、ラジオだと本当何言ってるか分かんねえと思うんだよな。でもその都度ちゃんと聞いてきゃいいのかな。まあ聞いていってちゃんとネタでいう国分君の役を全部やればいいんですよ。こう言ってるこう言ってると、滑舌が異常だな。俺らがまず滑舌良くないじゃん、うん、でこんな俺らのこの滑舌の悪さなんか気じゃないからね。気じゃないよね。で私喋る時の顔も面白いんだよな。そう、あれ顔が気持ち悪いからな、うん、あと言い訳もすげえ面白いんだよな。あー、そうだ、なんかプライドがすごい高いから高いから。で未だにやっぱその、お笑いを認めてないのがいいじゃん、うん、もうぽいよね、だからね。あ、全然へだと思って人で笑わないわけでしょ。そうだ、若手のまんまでしょ、うん、ジャックナイフです。ジャックナイフのままでしょ、まだ、うん、もう引退したくせに。そういう若手のままやめたからだよね、多分。だから、あの若手のまだ他のネタでは笑わないっていう、うん、ジャックナイフの感覚を、俺が一番面白いと、その感覚を未だに持ってるんだもんな。持ってんだよ。それは呼びたいよな、うん、ちょっと林カントリーは呼びたいね、マジで。あ、出て10分でいいから出てほしいね、なんか出てくれっかな、うん。でも金曜日だったら出てくるんじゃない、弁当の箱を作ってるわけでしょ、箱。土日休みじゃない。まあ箱だからね、うん、土日休みくさいね。そうだね。それちょっとね、聞いてみましょうか、ジェット。え、ね、そうね、ね、そっちの方も、うんうん。さあ、ということで今週のリスナーに募集したいメール、はい、それ何します。何にしましょうか、うん、募集ね、うん、世界遺産もなぁ、俺と言ってなぁ、全部面白くねえしなぁ。まあ、おすすめ世界遺産聞いてもなぁ、しょうがないしなぁ、うん。林カントリー。林カントリーもなぁ。なかなかなぁ、うん。なかなか今日の欲しいメールないね。ねぇ、ちょっとね、問題ありますね、うん、ちょっとこれ欲しいね。まあ、一応情報もらうじゃあ、はい。でもまあ、これ、それ、今これ今日もらうこれファン第1号の K さんのでしょ。聞いてるっていう人いるかもしんねえしな、うん、あ、まあ私こそおぎやはぎのファン第1号の K さんだと思う人、うん、はいはい、本物は誰だみたいになっちゃうね。う私が、みんな私がってんでしょ。だからあのアメリカであの殺されたあの、うん、プレイメイツの、はいはいはい、殺されたんじゃないか、うん、あの人、死んだのか。死んだんで、ね、そうプレイメイツ、まあ、ね、あれの夫だと名乗り上げたでしょ、うん、でこれちょっと募集しようかじゃ、うん、みんなが K さんだって言い張るわけね。うん、はい、私は K さんだと。だから証拠欲しいよ、証拠。そう、一つ証拠を必ず入れてほしい。証拠で俺は判断するから、うん、なぜならそのどこどこのライブでこういうとこで待ってたとか、そう、私はこうでとか、うん、なんか証拠ね、はい、じゃあそういうメール募集します、うん、ファックス番号東京0355629540、メールアドレスはメガネアットマーク TBS.CO.JP ですと送ってください。ここで緊急おぎいち、なんと唾は乾かすと臭くなります。臭くなるんです。あれ見て見て、今おぎの鼻が伸びたよ、本当に伸びたよ。ねえ聞いてよママ、ねえ、週刊2番手ニュース。決して一面を飾ることのないちょっとだけ気になるニュースを紹介するコーナーです。これ久々ですね。ねえ久々ですね、うん、ちなみに今週のビッグニュースは、はい、怪物松坂大輔メジャーで鮮烈デビュー、うん、ねえ、はい、うちの僕見ましたよ。今朝ですか、あれね、今朝のちゃんと起きて、うん、3時から見ました。俺見なかったんだよな。あ、起きてっていうか寝ないでね、はい、3時から、うん、BS でやったから、はい、うん、まあ、2回で寝ちゃったけどうん、どうでした、その入場とか、うん、かっこよかったんじゃない。いや、それはあんまなんだよね。あ、そうなんだ。そんなにすごく盛り上がりが、あ、デーゲームでさ、はいはい、結構地元の人に期待されてんじゃないの。いや、だけどなんかうおーみたいな、うん、まあって言ってもほらやっぱりさ、ノモとかさ、はいはいはい、初めてこの日本人が立ったんだよ。まあね、そうじゃないからね。もう何人も言ってるから。もうピッチャー認められてるとこあるからね。どうせ活躍するんでしょぐらいの感じでしょ、はいはい、向こうからしてみたら。
だからほら今もこうやって話してみたけど全然盛り上がんないよ。やっぱ盛り上がんないよね。でしょ。だから結局は2番手ニュースなんですよ。そうなんですよね、はい、ラジオネームフルーツ大将からの情報、うん、キリンと戦った男上陸。おお、キリンですか。ね、何かと言いますとね、クマとかじゃなくてリアルターザンが日本初登場で旋風を巻き起こす、うん、プライド34、はい、プライドですよ、あの格闘技、すごいに参戦する初のアフリカ人選手即受、うん、これ22歳です、カメルーンの、はい、東京、上野動物園でアフリカの動物たちに必勝を誓った、うん、16歳まで電気もないジャングルで育った生粋の野生児は、ほうほう、動物たちと会話ができると公言、はい、キリンと戦った逸話も披露した、うん、上野動物園に入ると即受は野生児に戻った、うん、突然園内の木に駆け上り、うん、ロロロロロと喉を鳴らした、はい、遠吠えのような声に眠っていたライオンが首を上げ振り返った、はい、キリンは少し警戒したように身構えた、うん、即時が満足気に言った。家に帰ったような気分だ。キリンに試合をするから見に来てくれと言ったら見に行くよって言ってくれたよ。険しい森の中で野生の動物たちと戦うことは日曜茶飯事だった、うん、食べ物をめぐって体長5メートルのキリンと取っ組み合いの喧嘩になったこともある、うん、キリンとは最後は話し合って分かり合えたんだと当時を振り返ると。すごいね。すごいなぁ。キリンとよ。キリンか。うん、キリン なんでキリンなんかもっとねすごい戦いのに。だってもうキリンはすごいんだぞ。キリンってすげえのこれ。キリンすごい強いって誰かが言ってた。キリンはね、キリン最強誰だったっけな。キリンはね、キリン最強説。あ、何？リチャードホールの伊藤さんだ。リチャードホールのはいはい、ディレクターの伊藤さんだ。はい。キリンが強いってた。キリンが一番強いってた。キリン半端じゃねえって。そう、あの人、そう、キリン半端じゃねえっつって、いやゴリラでしょっつったの。うん、したらゴリラなんて楽勝で勝てますよって。ああ言ってた。ライオンとかサイとかなんか全部やっけ方教えてくれたもんね。そうそう、簡単にやっつける。ゴリラっていうのは背丈が近いし4本要は足があって手があってみたいな、うん、人間みたいな形でしょ、うん、だから全然勝てんだって言ってたな。そういえば理論がよく分かんないけど、分かんないけど、うん、キリンをすげえ強いってリチャードの伊藤さん言ってた。ああ、うん、なんでだろう、何が強いんだろう。なんかね、これはでも注目じゃない。だって8日だよ。これがさ出てくんだ。出てくんの。でこの人だって思いっきりあれでしょ、そのアマチュアでしょ。そのいやだってな、ちょっと記事に書いてあったけどな、うん、16歳の時に初めてジャングル出てるわけ、はい、でしょ。それで初出場した柔道の大会でいきなり優勝してんだよ。あ、そう、柔道で優勝してんだ。そうで、柔道のカメルーン代表として国際大会で活躍してる、うん、だからもう身体能力が違うんじゃない。ほら前俺が話したじゃん、ちょっと駅伝にすげえの出てきたっつって。あ、言ってたね。マサイ族、アフリカ風はマサイ族だな、うん、マサイ族から初の駅伝選手出てきたんだよ、はい、で初マラソンだぞ、うん、初マラソンでその区間新記録出してるからね。しかも1分とか2分縮めてな。おー、言ってたね、うん、そうだそうだ、アフリカの、そっか、だからアフリカのこの本当にこういうさ、はい、向こうの部族みたいな人でしょ、うん、それのファイターっていうのは初なんじゃない。これね、ちょっと楽しみじゃない。これ誰と戦うんだ。これこれがね、ヒカルド・アローナですよ。で、何、強いの。強いの、ヒカルド・アローナって。うん、すげえ強いの。ああ、え、これ、ま、負けたことないぐらい。いや、そんなことはない。だけどちょっと最近俺あんま実はあんま見てないんだけど、俺が見てた時光るだろうの強かったよ。じゃあこれでさ何回かさ 3,4 試合ぐらい多分やって勝ったらそういうヒョードルとかとやるってこと。いや、そうでしょ。それもし ずっと負けなしに 2,3 戦来たらそれこそまあ今まあちょっと、うん、当時だったらほらその3人衆だったから、はいね、ヒョードルとノゲイラとあとミルコ。ミルコね、うん、絶対どれが戦うって言われたって。ちょっと応援してえな。これね、うん、もうそういう格闘技みたいな、はい、じゃなくてさ、うん、わけわかんないその動物と戦うような戦い方してほしくない。そういうの見たい。意味がわかんないやつ、うん、関節技とかそういうんじゃないみたいな。いいなこれな。あ、これ面白いな。いいですね。60、はい、これか。
うん、これね、ラジオネームハバネロ舞台からの情報、はい、娘にメタリカと名付けようとした夫婦、うん、スウェーデンの夫婦が自分たちの娘にメタリカと名付けるために役所相手に奮闘している、はい、夫婦は生後6ヶ月になる自分たちの娘にメタリカと名付けることを拒否した役所を相手に裁判を起こしている、うん、スウェーデンの国税局はこの名前をバンドの名にちなんだものとして登録することを拒否した、うん、裁判所によれば国内にはすでにメタリカをミドルネームとしている女性がいるとしている、はい、すごい、はいはい、メタリカって、まあ、バンドを知ってますけど、うん、なんでいけないの、ね、そんなバンドと同じ名前、女の子に娘だもんね、うん、なんとかメタリカってなんか女の子の名前っぽくない？あ、いやこっちだとやっぱあれじゃない、リカとかエリカとかそういう日本人だからか、うん、メタリカ、メタリカやばいだろメタリカは。そんないけないことなのかな俺。なんか役所もそのあれなんだねそういうのもあんだね、日本ぐらいのこと思ってた俺、ね、あ昔悪魔ちゃんだっけ、そうそうあったね、うん、で役所が辞めたしたじゃん。だけど悪魔ちゃんはひどいと思うよ、なんかその辺は。まあ なんかね、悪魔くんとか、うん、なんたらメタリカはどうなの。メタリカ俺そんななんか悪いイメージはないんですけど、うん、でもね、イエテボリの行政裁判所は3月13日にこの名前を禁止する理由はないという判決を下してんの。ないよ、確かにないでしょう。でメタリカってミドルネーム、はい、日本はミドルネーム持ってる人はいないわけ。いないんでしょ、いるのかな、いないよね、ハーフの人いるよ。うん、ハーフは大事そうだよね、うん、で、うん、日本の本当に小木博明みたいな名前でミドルネームっていいの、うん、ないないない、いけないでしょ。だけど前さ、昔のなんとかのなんとかの大門みたいな、うん、まあ、あれちょっとミドルネームっぽいよな。何、なんとかの大門、なんとか、なんとかのエモンみたいな。ああ、はい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 、すげえ長い名前に。はい、昔のね、ああ、なんとかのなんとかのなんとか、そう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 、ああ、長い名前、そっか、ああ、ミドルネームみたいなもんだよね。確かに多分入れてもいいんだろうな、ミドルネームって入れていいのかな。まあ、初のやれば、そういう、子供ができたらミドルネーム、ミドルネームって何ただミドルネームミドルネームミドルネームだよ、小木なんとかひろあきって。あ、小木ってやっぱ2文字だから、なんかミドルネーム合うね、ちょっとかっこいいよ小木。小木なんとかだからね。だからお前息子の名前とかなんかあんの、もう候補。候補ないなぁ、子供は。普通の名前がいいって俺は言ってんだけどね。太郎とか、太郎とか、ひろしとか、小木ひろし、安尾とか。もう小木安尾だするよ、うん、安尾、安尾小木安尾、ほら小木なんとか安尾ってかっこいいじゃん。うん、うん、そうなんだよ、うん、小木なんだろう、小木フルーツ、小木フルーツやつ、うん、うん、そうだね、そういう果物とかだの、そういうの、小木、うん、さ、左折、小木左折なんで、なんで小木、小木なんとか野草とかできないの、うん、できないのってこと。俺、まあ全然俺はいいと思うけどね、うん、小木野草だろ、小木野草、小木野草って名前がちょっとあれだけど、うん、なんだろう、ここの間って何入れたかっこいいんだろう、そのそういう、例えばそのパッションとかさ、わかんないけど、その、英語入れた方がいいのか、ね、普通に日本語、小木、うん、ね、その F とかそういう一言かもしれないしね。いや、ほんバリバリ日本語よ、小木頑固やそうとか、そのうん、うん、小木俊足やそうとか、まあね、俊足とかいいよねやっぱりそうだな、うん、俊足ってやっぱそうだな、子供の頃ってやっぱ俊足が一番人気出るもんな。だろ、うん、で小木俊足やそうってもし作ったとしたら絶対そいつは俊足って言われるよね、あの呼び方。まあね、やそうってのもいいよ。でもお前こんなに歴史があってよ日本にね、うん、それでミドルネームをつけようと思った人っているはずなんだよ、まあ、1億2000万人もいれば、うん、はい、ね、まあいるだろうね、今までの過去にもね。それで入れてる人を見たことないってことはいけないんじゃない、ミドルネーム、ミドルネームっていけない理由がさ、うん、前なくない、なんか、うん、なんでミドル、ね、ラジオネームリスペクト荒木ひろひ、はい、ひろひこ、
ジャガー横田さんの子供はミドルネームがジャガーですよ。ステッカーください。あ、そうなの。それ正式にジャガーじゃないでしょ。だってそれは役所に提出するときあれ旦那なんだっけ、旦那の名前、旦那なんだっけな、旦那の名前ね、木下、木下じゃない、違うね、なんだっけな、あ、木下さんじゃなくて、その名前なんだよ。なんだあれな、あの旦那な、うん、あ、忘れちった、出てこないね、あ、忘れちった全然出てこない、うん、ジャガーは絶対それは役所には出してないよね。いいのかな、ダメなのかな、いけないんだ多分ね、うん、そっちの下の名前につけるしかない、長くするしかないんじゃない、うん。お前娘生まれたら何、あのさ、例えば子供の名前ってさ、どっちが権限あるの、奥さんと。奥さんじゃ、奥さんだと思うな。あ、そう、うん、なんか一回なんかそういう名前どうしよっかみたいな話をしたことあるのよ。ああそんなできてもないんだけど、あ、まあなんかそういう話ちょっとするときあるじゃない、うん、子供の名前、うん、誰かが生まれるとさ、うん、分かるよ、分かるでしょ、あるよ、あれでなんだろうな、やっぱ俺なんでもいい人なんだよ多分名前は、まあね、向こうがどんどんなんかいろいろ言ってきた。ああ、じゃあ奥さんが決めるな。決めるね、うん、俺普通の名前がいいの、あ、ひろことかやすことか、うん、そういうのがよしことかで、最近こうついてる人いないもんな。こうね、やっぱね続けなきゃいけないと思うんだよ俺。何々こってほぼつけないね今、こういないもんな、今生まれた人こうつける人絶対にいないな、うん、みんな変わった名前やもんな。そう、俺逆にかっこいいんだろうな。俺こうつけたい。あの10年後とか20年後にいないんだよね、うん、あんまりいないからかっこいい。珍しい名前になっちゃう、うん、あ、やっぱ木下さんだった。木下さん、ね、うん、木下ジャガーなんとかだったの。いや、ほんとね、うん、かっこいいな、かっこいいな、かっこいいな、ジャガー、うん、ラジオネーム最悪のミスからの情報、うん、自己紹介して無事生還したインコ、うん、高知県で行方不明になった赤星インコが、はい、うん、オチチョウイック西川ピーちゃんと自己紹介で、自己紹介できたことから、はい、飼い主が判明し無事に生還を果たした、うん、ピーちゃんは自己紹介のほか 1+1 は 2+2 は分からんいやピーちゃん大好きなど言葉を使いこなせると、うん、イックおちちょういっく、おちちょうっていう町なんだね、多分おちちょうのいっくんの西川、西川さんなんだよ、西川さんを西川ってだ、西川ピーちゃんっていう自分の名前を言ったんだよ、ね、すごいすごいすごいね。1たす1は2、2たす2は分からん、この主人が分からない人みたいな感じだよね確かに主人の真似すんだからな見たふうに分からない人に思っちゃうな。偉いね。うん、すごいね、これね。犬とかよく昔さ、あったよな。ものすごい遠くに連れてってさ、旅行で、はい、車で。はいはいはい。それで、そこで逃げちゃってさ、はい。しょうがなく諦めて帰ったら、何日か後に帰ってきたみたいな。あるあるある。匂いで。うん。あれすごいよね。ああ。なんか前も事件あったよ。板橋区のなんか、あるとこで。あ、そう。捨てたらしいんだよね。犬を板橋区で犬をね捨てるためにね、うん、あっちの神戸のもっあっちの方で捨てたの。神戸、え、どっちで捨てたの。神戸の方で。板橋区の人がそう、ああ、旅行に行って、ああ犬連れて、ああでやっぱね知ってるらしいね、犬ってその行く時に、ああ、自分は捨てられに行くってことが多分ね、その後々飼い主の言うには、ああ高速道路でずっと外を見てた車乗ってると犬がずっと外を見てたて覚えてたんだ、一生懸命覚えてたんだあれ匂いで帰ってくるんじゃねえのかよ別に犬ずっと記憶する能力に長けてるわけじゃねえだろ犬って。匂いだよ、犬は全員見るよ外車乗ってりゃすごい見てたって。いや本当帰ってきたので帰ってきたのって、何ヶ月後よ、でも本当に何、まあ、それはそうだろう。で途中途中でやっぱ高速道路に、高速で行ってるわけじゃん、うん、だから高速道路に帰ってきてから、うん、そのなんか高速道路でもその110番があって犬がいるとか、いるって
僕通った道帰ってずっと見てたわけだからな。匂いじゃないよ。でもさ、よく思うのがさ、うん、匂いって言うじゃん、うん、で自分が歩いて行ったんだと分かるよ、まだ、ね、なんか途中でマーキングとかなんかさ、分かる、うん、そうだよね、車でさ連れてってさ、 そのお前高速道路に自分の匂いが残ってると思う？ねえ、絶対無理だよね。なあ、マーキングしないとでしょ。だから犬もそこで思ったんじゃない、車だからやばいと。ずっと景色覚えるわ。ずっと景色見てたっていうから。えっ、いつの話？最近？で結構前だね。あ、結構前、俺が学生ぐらいの時かな。ずいぶん前だ。そう、なんかそういう話題になったんだよ。神戸から帰っちゃってすごいね。何ヶ月後だって。なんかね、あの高島平団地なんだよ。あ、でね、ね、なんかの時期から急に犬を飼っていけなくなったんだ。でしょうがなくで、しょうがなくそれを捨てに行って、ああ、で何ヶ月後かに捨てたんだけど、うん、もう忘れてる頃よ、主人ももう捨てて、ああああ、そしたらなんか近所のなんか、なんかそのおばさんたちが、うん、なんかそういう犬がね、うん、いると、うん、うちの周りをぐるぐる、うん、してると、してると、うん、でなんか遠くから見てるとこっちを、うん、というそういうなんか噂がそう立って、うん、もしやと思って、うん、調べたら主人が、うん、そしたらその犬が、うん、外から遠くから眺めてるだけなの。そういう話をなんか俺覚えてる。感動的でしょ。すげえ。それでその団地では、うん、そこのなんだろう、もう特別にもうここまで犬がね、うん、帰ってきてすごいから、うん、まあ、あなただけはじゃあ飼っていいですよってなった。それがなんかニュースになった。そうなんだ。もうそれはそうだよな、もう感動票だもんな。そう、もう捨てても帰ってくるからどうせ。でもお前だってそれ似たような話あったじゃん。うん、ハムスター。ハムスター貸してたからね。ハムちゃんな。ハムちゃん。あれはまあ僕は勝手に逃げたんだけど。だよな。うん。感動的じゃん、あれ。まあ感動ですよ。あれはもう、考えられないね、ハムちゃん、うちのハムちゃん。ハムちゃんなんだっけ？ハムちゃんが逃げたんだよな。逃げたの。俺よくカゴから出してたの。あの、ハムちゃん可愛いから、カゴから出して遊んでたのよ。ハムちゃんともあの手のひらサイズのやつだろ？そうよ。うん、ハムスターだろ、普通の。手の上に乗っかるぐらいのハムちゃんを出して、手の上で遊んでたの。うん。で俺よくテレビとか見てた、小学校の時だね、テレビとか見てて、なんかテレビ夢中になっちゃう、アニメとかね、あとなんかハムちゃんがいなくなっちゃうことがよくあったわけ。あ、でも家の中探すと大体見つかるのよ。あ、どっかしているんだ。いるのよ、何時間後にはハムちゃんが、うん、それがある何回かの時に、目の時に本当に見つからなくなって、うん、もう完全これは家にいないわって感じになって、うん、もう無理だ、うん、ってなって、小学校で、俺が高校ぐらいだもんね。あ、小学校4年か5年ぐらいだから12歳でしょ、うん、で高校卒業したぐらいだから19ぐらいかな、18、19だから、うん、もう何年後よ、5年、5年ぐらい、5、6年後、うん、もうすっかりそんなハムちゃんなんて忘れてんじゃん俺。まあそうだね、悲しいからね、やっぱその時期はね、うん、5年後だから、まあそうですよ、うん、そして俺が普通に夜、うん、家に帰ると、うん、家の前の道路こう家に近づいて帰りを、うん、歩いて行ったら、うん、なんかうちの前に、玄関の前に一匹のさ、うん、なんか動物がずっとうちを眺めてんの、うん、上を見て、上を見てんの、ずっとお座りして、うん、ずっと眺めてんの、うん、なんだろう、なんで女、うん、で、ほらもう野良犬とかいる時代じゃないでしょ、俺なんて、まあね、だから、うん、なんかそんな動物が一匹でそこにいるの、まあ、おかしいよね、おかしいのよ、ね、で、結構でかいんだよ、犬ぐらいでかいんだよ、千葉県ぐらい、うんうん、と思ってどんどんこう近づいていくじゃん、うん、で夜なんだけどさ、うん、なんだろうなんだろうってこう見ていくと、向こうはなんかずっとこう家を眺めて、うん、どうしようかなっていう感じの、あ、なんか見えんのよ俺が、ね、なんかね、なんか懐かしそうに見てるの家を、とにかく、あ、で何をするのか分かんないけど、どうしようどうしようみたいな感じ、なんかこうちょっとこうなんか迷ってる、迷ってる感じになって、うん、で俺どんどん近づいていってさ、うん、もし誰だろうと思ってこう近づいたら、向こうが、うん、その俺の存在に気づいてさ、うん、でその動物は、うん、その家に入ろうか入らないかそういう迷ってる時、うん、考えてる時に、うん、俺に出くわしちゃったから、その心の整理ができてない、ない気まずい、うん、できてない時に俺に会っちゃったから、うん、向こうさっとこう、うん、逃げちゃったんだよね、うん、こうとっさに逃げようってなって、で逃げる時に、うん、俺にね、うん、会釈していったの、会釈して逃げていた、ピョン、トン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 、だからそのなんか迷って、そしたらハムちゃんだと思って、ハムちゃんって言ったんだけど、
たって、なんか向こうも逃げ、何度で逃げるんだろうっていう背中だった。なんかその気持ちが整理できてないから、そうなんだよな。何度で逃げてんだろうっていう背中、本当背中がそのままさーってカーブを曲がっていったよ。すごいな。本当人間のな。お前やっぱその時からやっぱちょっとお前オカルト研究が入ってんだろうな。入ってんじゃなくて本当なんだ。ハムちゃんはでかくなるらしいよ。いや俺聞いた、もう俺もその話昔聞いたけど、ハムスターが柴犬ぐらいの大きさになるわけねえじゃんみたいなことを言ってたら、うん、ハムスター本当になるらしいの。そうなのよ。そう、本当にハムスターって巨大化するんだって。超、いや柴犬は大げさだと思うけど、うん、まあそのただ普通にな、そう、普通の大きい犬、中型犬ぐらいに なる可能性があるらしいよ。だから金魚もそうだし、あの緑ガメもそうじゃん、お祭りの。あんなの本当飼ってればめちゃめちゃでかくなるんだよね。なるらしいね。そうなの。そうらしいんだよ。あれ本当なの、ハムちゃん。まあね、うん、まあこういった、まあ、今の話は別として2番手にどんどん募集してますので、どんどん送ってください、はい、郵便番号107-8066 TBS ラジオおぎやはぎのメガネビーチ週刊2番手ニュースの係、メールアドレスはメガネアットマーク TBS.CO.JP です。そっちかいそっちかいってすげえ大きい声で。インゴ講座、正面切って言いづらい言葉を別の言い方にするインゴ、うん、このコーナーはリスナーの知っているインゴとその使い方を募集します。では最初のインゴを紹介します、はい、ラジオネーム二度ミシャス、はい、妄想オナニーのインゴ、イマジベーション、うん、それでは使用例の方をお聞きください。ちょい臭い、チーズを舐めつつイマジベーションちょい臭いチーズを舐めつつイマジベーション。なんでだよ。なんでチーズを舐めつつなんだよ。聞いたことないよ。聞いたことないよ。聞いたことないよ。チーズを舐めつつ。だらいな。難しいのお前。まあな、ある原因のな。そうね、もう本当にこれはあの芸人をまだやってるのかな。うん、どうやってる可能性あればね。まあある芸人、3人組の芸人がいたんですけどね。その一人がすごいスカトロでね。はいはい。おんのすげえスカトロの芸人がいてね。まあよく昔からね、スカトロの人ってよくうんこをなんか持ち帰って。うん、まあはい、そういった類の店に行ってうんこを持ち帰ってね、うん、冷蔵庫に入れとくみたいな話ありましたけど、ね、まさにそれでね、はい、うんこをタッパーに入れて持ち帰って、ね、で冷凍庫に入れて冷凍庫に入れとくんです入れとくんです夏ですよ夏、はい、それで夏ナイター始まるとナイター見ながらそのうんこを、チンして解凍させてナイター見ながらそのうんこつまむんです。ひでえよ、ひでえよ。もう性の対象じゃないもんね、それ。それ信じられないんだよね。俺本当にまだ、うん、そのうんこを想像してやらしいことでオナニーするとかだったら、そうそうそう、自分は絶対ないけどまだわかるよね。わかるよ。あ、意味は、うん、あ、そういうこと、そっちに性の、性のね、そういう人もいるんじゃないかなってわかるよ。そうそうと思うけど。うんこで泣いたって、なんで泣いた見るときうんこつまみにするのかわかんないんだよ。完全につま、完全にうまいんだろうね。うまいんだよ。うまいんだろうね。せーのさ、対象じゃなくてうまいんだよ。本当おつまみなんだよね、多分 ビールとね。ビールの当てなのよ。完全に美味しいんだよね。うん、美味しいんだよ彼は。だから変態じゃないのかもね。味の好みが人と違うだけで。確かそれでそのイマジベーションするわけじゃないもんね。じゃないから、だって普通人によってはさ、うん、そんなもんそうじゃん。だってまあそうだよ、そういうための、だって食えないもん。あら、ウニなんて気持ちよくて食えねえよって人っているわけだから、うん、ね、うん、たまたまうんこを好む人はいないだけで。まあそうですよ、うんこいてもおかしくはない。ビールのつまみとして最高なんだろうね、うんこが。あ、いった、見ながら食べてる。あの人はいるのかな。俺もその人知らないんだけど聞いたんだよね、うん、直接俺でも何回か 2,3 回は話したことある。俺もある、話したこと、オンバトとかで。
俺は。ああ、ヒント出しちゃったね。オンバトに出てた3人組って限られちゃうじゃないかよ。うん、まあね、まあ何人かいますから ね、うん、ね、じゃあ次まして、うん、ラジオネームズンドコベロンチョ、うん、一見普通そうだがよく見ると鼻の穴がでかい人の隠語サブノーマル。それでは使用例の方をお聞きください。アブノーマルがサブノーマルの穴に指を入れた。アブノーマルがサブノーマルの穴に指を入れた。なるほど、これいい隠語かな。うん、北島三郎のねのサブでしょ。サブノーマル、サブノーマル、あの嫌いじゃないですね。こういうあの語呂がいいです。なんか、うん、サブノーマル、そう語呂かわいいよね。サブノーマル、あいつサブノーマルだよな。うん、よく見ると鼻の穴がでかい人ね。でも鼻の穴でかい人ってあんまよく見なくても分かんだよな。もう一発で分かる。大体でかい印象だもんね。スカッちゃんでしょ。そうスカッちゃんがそうだね。サブノーマルだね。よく見なくてもだもんね。そう顔の中心にあるからやっぱ絶対見ちゃうもんな。見ちゃうんだよね。サブノーマル。そうだね。うん、次ましてラジオネーム歌舞伎スケロク。はい。山本モナをネタにオナニーすることの隠語。どういうこと。モナニー。狭いな。狭すぎないこれちょっと。いや好きですよ。いやおぎいちみたいなもんでしょこれ。それでは使用例の方をお聞きください。この街さえダイヤモンドにきらめいた何もかもが君のせいさ。おーモーナニー腹立つわ。このためにこんなこと歌わせなよ。全然ついてきてないし、その歌に。なんでついてきてないの。モニカに全然ついてきてないから。全然もう、あとからも無理やりついてった感じだけど、知らないのかな、この歌。いや知らないので選んでんだよね、この曲をね。モナニー。モナニー。ああ、モナニーね。モナニーですね、これもね。いいね、モナニー。はい。これ好きですよ。うまいけど、熟女ね。熟女みたいなことね。そうそう。いや、モナニーには、はい。あの、ステッカーですか。ステッカーですね。ね。はい。サブノーマルさんもそうじゃないですか。ノーマルさん別の違うか、ズンドコベロンチョさんか、あのノーマル、ズンドコベロンチョもステッカーと、はい、ということで、こういった隠語どんどん募集しますので、どんどん隠語とその使い方を送ってください。アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。涙を着なよジョルジョバン、わかったかい、ジョルジョバン、ジョルジョバン、ジョルジュ、ジョルジュ、ジョルジュ、ジョル、ジュポジュポ、ジュポジュポジュポ、ジュポ。俺の口はビチビチだよ。一件ちょっと教えてくれるメールが来てますね。はい、ラジオネームあそこのそこ。はい。ジャガーさんの夫は木下博勝さんです。はい、ジャガー夫妻はハワイで出産したのでいずれかアメリカ国籍も選択できるのでミドルネーム可能です。そっかそっか。子供の名前は木下ジャガー大志くんです。はいはいはい、ステッカーください。そうだ、外国だとそうなんだよね。はい、何出産するだけでいいの。いいのいいの、それで結構みんな外国で産んじゃうもんね。二十歳までに決めていいんでしょ。ああれ、うん、そうなんだ。そうなんだ。飛行機の中で生まれてもそうなんだ、確か。あ、生まれた場所なんだ。そう、日本で生まれた人はミドルネームダメですと。うん、ダメなの。法律で禁止です。俊足なんてダメです、畳屋のせがれよりと。俊足なんてって、そんな悪い名前。日本はダメです、ミドルネーム。ダメなんだ。うん、はい。うん、ラジオネームイージーさんはキットカット、おじさんやんぎさんこんばんは。こんばんは。スカトロマニアの間では、うん、食粉は普通のことですよ。ステッカーとうんこください。いや普通のって、それはさ、分かるよ。うん、でも性的なあれでしょ。そう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 、そことを言ったんだよね。そうそう、ライター見ながら食わないだろう。ないよね、それ。興奮するんでしょ、だってうんこを食べる。多分ね、スカトロの間では興奮するし、多分やってる最中に、うん、でしょ、塗りたぐったり、ね、舐めたりとか多分するでしょ、多分。
絶対そんな成田見ながらクソ食うのは当たり前じゃないはずだ。夏の夜にね、うん、夏の夜に、うん、そうだよ、うん、はい、来てます、うん、来てますよ。今日募集したのは何でしたっけ、K さんですよね。私は K さんですってことですよね、うん、ラジオネームゼンマイ仕掛けのカブトムシさん、うん、私こそファン第一号です、うん、昔パイプカット工事が深夜でやってたテレビ番組、うん、バスコンだろの企画、うん、スケット柔道で謎のメガネ男として八木さんが試合でした頃のからのファンです。あーあーすげえ、バスコンだろこれなんか俺それ覚えてる、ちょっとなんだろう、俺なんで知ってんだろう俺これメガネ、はあ、メガネで、はあ、あ、はいはいはい、誰と戦ったんだっけ、芸人さんだよね、誰かと戦ったぞ、俺メガネ、いやあれよ誰だろう、内山くんかうん、あれだ、でももっと前か前だもんね、あれバスコーンはまあ出てないよ、出てないもんね、出てない、バスコーンも相当昔だけど、うん、あれよりもっと前だよね、もっと前です、そうなんだよ、うん、バスコーンはまだなんだよな、うん、うん、埼玉県ペンネームマグナム北斗市政さんからです、うん、おぎやぎさんこんばんは、こんばんは、私こそ本物の K です。本当ですか、だってビブで加藤さんと矢作さんが初めて出会った場面に遭遇しているのですから、その中の大ファンですうん、いやービブだよ、ビブ情報はこれ怪しいですよ、はい、テレビでもいっぱいビブは出てきてますから、言ってますからね、もうビブでのこの情報は誰かが聞いた情報ですから、うん、これじゃ信用できません、できませんよ、その人はダウトです、ダウトだねダウトです、はい、先ほどの人もダウトです、ダウトですよね、これね、そんなんじゃ騙されませんよ僕は、せめてそのビブにいたんなら俺らの席のさ、うん、席の小木さんがここで、やりだここで、加藤さんが俺覚えてるもん、覚えてる、席のあ覚えてるあのカウンターのカウンターのさ、座り位ね、その方が言ってくんないとやっぱこれは信用できませんよ、これはダウトですね、うん、ですね、おぎやぎのお二人こんばんは、こんばんは、お久しぶりです、私がおぎやぎのファン第一号の K です。本当ですかなんかこれ笑点みたいな感じ、何それ入ってくるこれだろ、お決まりの合図だろ笑点だこれ、八木さん覚えてますか、うん、吉川晃司に会わせてあげると言ってオンボロソアラでビブに連れてってくれたこと、でも実際に会えたのは中山秀ちゃんだったことを、すべてが懐かしいです、また今日は時間がありませんので改めてご連絡させていただきます、それでは失礼いたします。それそんな会話はないけど、うん、本当あったのこれ、いやその会話自体は存在しないけど、うん、俺はそこで実際会ったことないけど、うん、本当に中山秀ちゃんと吉川晃司が来てたってさ、よく俺は会ったことないんだけどね、ああそうだよね、はい、あじゃあこれ加藤さんがどっかで言ってたんだろうな、これ嘘だよこれ絶対に、ちょっと待ってください、うん、これは、いやダウトです、ダウトか、ダウトですね、えそんなに引っかかりません、大体その会話が、うん、覚えてませんし、僕は、中山秀ちゃんとビブで会ったことありません、あビブではないんだ、ないです、だからそれ加減出たんでしょ、ああ加減だ、加減出たけど会ったことありません、ダメだ、はい、違うか、加減じゃねえか、はい、うん、おぎやぎさん久しぶりです僕が K さんです、え僕が K さんです、本当ですか証拠は、おぎやさんと萩さんは昔メガネをかけてなかったですか、おぎやさんと萩さんで間違えちゃってるんだけど、うん、昔メガネかけてなかったですよね、懐かしいな、せっかくださいそんなんでね、引っかかりますね。これね、メガネなしのなんか写真をどっかで紹介したことあるもんね。そうですね。これちょっとここから抜粋してますよね。それは違う。大体、メガネはもうしてからのファンだと思いますよ。うん。K さんは。そうですよ。ね、そうです、そうです、ね。メガネなしの時じゃないです。だよね。うん、メガネしてからのファン。これダウトですね。ダウト、ダウトです。はい。はい、ラジオネーム、みぶたけしさん。はい。私が、おぎやはぎファン第一号の K さんです。本当ですか証拠は45度を止めた世界でたった一人の人が私だということです、できればシールください、あ、うん、K さんにそんなね、はい、実績はないんですよ、ないんですよ ね, ね、
そんな小木音寿を止められるわけないだろう。ないんですよ。これは無理ですね、うん、はい、ラジオネームイジーさんはキットカットさんからです。はい、小木さん八木さんこんばんは。こんばんは。 K さんとは私のことです。それは本当ですか。おぎやはぎを初めて見たのは原宿の歩行者天国で一世風靡の一員だった二人。それから、金ちゃんファミリーになり、チャチャで一躍有名に今では、短パン王子として活躍しているのを喜んでいます。これからも頑張ってください。全くの別人です。別人ですね。これはそれは、はい、そんな経緯ありませんし、うん、もういい加減にしてください。ちょっとないな。本人からの待ってんですよ。本人からの具体的なやつ欲しいですよね。そんな冷やかしメールを待ってるんじゃないんです僕は。だって本人だったら、はい、ね、なんつったら第1号ですから、はい、それはねライブとかで出待ちはしなくなったかもしれませんが、はい、陰ながら応援してる可能性があるんですよ。で陰ながら応援って言うとなんかラジオを聞いてるっていうちょっとイメージあるんですよね。はい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 。なんで今の音は今の音なんだよ。気持ち悪いな。ゲップです、うん、確かにそうだね。ラジオとか聞くような感じだね。でしょ。そういうタイプでしょ。そういうタイプだから私が本人の K さんですって、うん、本当に来てもおかしくないのよ。確かにこれ、うん、本当本物の情報が欲しいですね。じゃあ本人から来る可能性ありますよ。そうですよね。うん、いや行きましょうか。もうちょっとね。じゃあ募集しましょう、うん、本物の K さん、まだまだメールを募集します。あれ見て見て、今小木の鼻が伸びたよ。本当に伸びたよ。ねえ聞いてよママね。え、俺ならできる、俺ならできる、俺なら、俺なら、俺なーらなららのスーポンチ。いやもうあっという間にエンディングとなってしまいましたね。はい、ね、来週なんですけども、うん、はい、来週の4月13日は、うん、ジャンク2初のぶち抜き3時間生放送ですね。はい、すごいですね。僕ら布団棒加藤浩二さんを招き、メガネビーキと吠え玉がなんと合体します。はい、加藤さん来たらですね、うん、まあやっぱバケレポートですね。小木さんのやっぱり家、はい、うん、ラップ現象とかですね、いろいろありますから、はい、ちょっとやっぱりその辺も詰めて話していきたいと思うんですよ。うん、夏に向けて。そうですね、小木家でやっぱ僕とやっぱり加藤さん泊まってですね、うん、研修しないといけないんですよ。泊まりに行くんだ。泊まりですよ。だって夜中でしょ。うん、夜中とかね、うん、あのね、泊まらなくてもいいですけど、うん、まあ、2、3時間いてとかそれでもいいですけど、ちょっとそれも聞きたいと思うんですよ、はい、あの方にね。はい、うん、そうですね。あとやっぱり、よくちょくちょくこのラジオポッドキャストで話題になってる最強動物決定戦ですか、はい、うん、それもやっぱ昔加藤さんがですね、やっぱ棒を持ったゴリラが最強だってことを言ってますから、うん、ちょっとその辺も聞いていきたいなと。うん、まだね、変わってないのかだよね。そうですね。一応こっちもいろんなもうあれがありますからね、うん、はい、カマキリですとか。そうですよ。その辺をぶつけてみて、うん、それでも勝てんのかと、うん、ちょっと聞いてみたいと思いますよ。はい、でまあ、さらに再来週の4月20日は、うん、ゲストに関根勤さんを招きですね、はい、今の話で最強動物トークを話します。はい、関根さんも相当その辺の、わーすごい、そうだね、持ってますよ。うん、これ最強だっていうのすごい持ってると思いますよね。その関根さんの出した最強の動物よりも俺、うん、強い動物を俺当時ずつまでには考えておく。いや任したい。いや今まで俺たちかんはあの考えたやつでいけるよ、うん、ほぼ。いやでも関根さんの用意したのはすごいと思うよ。だって相当もういろんな世界から出しちゃってるね。昆虫とか貝とかさ、うん、もうそっちも行っちゃってるわけだから。あと微生物、うん、そこ来るかみたいなのがあるかも。まあまあね、結構行ったからね、いろんな種類ね。でも関根さんは強いと思うよ、その辺は。そうかな、任したいな。まあでも強いだろうな。まあその辺をちょっとね、うん、来週再来週でやってきますので、はい、ぜひぜひ聞いてください。はい、まああとメールは特にありませんね。来てますか、最後のね募集かけたやつ、うんうんうん、ちょっとじゃあ紹介しましょうか。はい、ラジオネームスライスさん、うん、小木あぎさんお久しぶりです。お久しぶり。私が K です。それは本当ですか。その昔本能のハイキックという番組で小木さんが小木イリュージョンというマジシャンだった頃からなんですよ。
おぎり嬢やったな。やったよ、外国人のなんかね、女の人たちに。ああ、おぎり嬢面白かったんだよ。おぎの言う通りだっけ、なんだっけ、おぎが言うならだっけ、おぎが言うなら、なんか俺指示すんだよね、外人に。どうなんだっけあれ。そうなんだよ。なんかね、まあイリュージョンだから、俺がいて、うん、まあ俺がカッパーフィールドみたいな感じで、うんうん、で外人の女性をなんかアシスタントで使ってて、うんうん、でなんだっけな、どういうネタだっけな、あ、違う、小木のそっくりさん出てくるんだよ。そっくり出てくるんだよね、小木の瞬間移動っつって。で、小木のそっくりさん立たせて一瞬しか見せないで、そうそうそうみたいなことやって、ちょっと変な感じになったんだよ、うん、あれね、そうなのよ、本能の配軸で大体変な感じになっちゃう。変な感じになったんだけど、すげえ面白かったんだよ。2回ぐらいやった気がするんだけどね。おぎりじゃんね。はい、うん。1分前です。はい、1分前ですよ、どうしよう、ちょっと紹介しますね、最後に。おぎやぎさん、お久しぶりです。はい。私が本物のファン第1号の K です。それは本当ですか？ブレイクモノで、マーシーに褒められた頃からの大ファンです。確か、空手家さんもチャンピオンになってましたね。そうだ、ブレイクモノですか。すごいよ、これ。まあ、ブレイクものに出てる時ぐらいだったかもしれないね。ちょうどあれですよ、時期ですよ。そうだ、うん、あの頃です。でもその人もちょっとそのぐらいの情報だったら言えるからな。言える言える、うん、まあだからちょっと、はい、ダウトです。はい、ダウトでやりました、はい。この後今夜から始まる金曜ジャンク2、はい、なんと極楽とんぼ加藤浩次の声玉です、はい、入ってきましたね、うん、パイプカット浩次の方じゃないですよ、はい、極楽とんぼ加藤浩次の方ですから、はい、それもお楽しみに聞いてください、はい。それではまた来週。さよなら。さよなら。福岡ソフトバンクホークスの大村直樹です。今年の目標は200本安打目指して頑張りたいと思います。今年のホークスは絶対勝ちます。 RKB ラジオをお聞きの皆さん、応援よろしくお願いします。ホークス聞くなら RKB。聞いててよかった、 RKB ラジオ。 RKB テレビでは4月27日金曜夜、福岡明治安田生命ホールで UIP 配給スモーキングエース暗殺者がいっぱいのペア招待試写会を行います。はがきかメールに住所、氏名、年齢、電話番号と同伴者の氏名を書いて4月19日必着でご応募ください。抽選でペアに